はい、おはよう、こんにちは、こんばんは。見てる方は何時に見てるかわからないので、全部挨拶していきたいと思います。はじめまして、俺は刀です。今日はですね、YouTube の見方を簡単に説明していきたいと思います。登録してる側とね、見てる側は多分ね、こう画面が違うと思うんでね、まあそれをね、本当に簡単にちょっと説明していきたいと思います。よろしくお願いします。それではね、紹介していきたいと思います。まずね、まあ、誰かの、そのページに飛んだ時にね、このように、トップカーが出てくると思うんですよね。まあ、これ私なんですけどね、こちらでね、このトップカーのまず右下、こちらインスタグラム、 J プラス、ツイッター、フェイスブック、まあ私ゲームもね、パソコンでやってるんで、こうスチームっていうゲームサイトの紹介もできるんでね。で、これまあ動画作ってってね、なおかつこの動画作りつつ、なんかそのいろんな情報をね、こちらの方に、アップしてるんでね、他の方のね、こういうページを見た時に、まずこういうところを見てみてね、あ、こんな SNS やってるんだってチラッと見た時にね、この動画以上のね、あの紹介もできてると思うんでね、確認してみると、YouTube が一層楽しく見れると思います。そうしましたらね、次は、まずここホーム、動画、再生リスト、チャンネル、フリートーク、概要などあります。まずまあここを本当に中心に考えてもらえればいいと思いますね。でその次にね、チャンネル登録者向け、まあこれは新規訪問者向けっていうのはもう登録者、配信側の人間じゃないと出てこないと思うんでね。でまあ他の人のね、あのページに後で飛んで、いろいろ説明するんでね、それはまた後でお話ししたいと思います。こちらまあ僕の場合はね、この名前変えちゃってるんで、名前とか文字変えちゃってるんで、絶対面白いっていう風になってるんですけど、まあ、これがね、まあ私がよく見に行くお気に入りですよね。こう、じゃあこれすべて見る押してみますと、こういうふうにね、私がよく見に行く、この投稿者の一覧になっております、ね、おすすめチャンネルね、こう、こういう登録チャンネルってなるんでね、こういうふうに見るとね、この人、刀俺はさんのお気に入りチャンネルですよってことですよね。まあ、紹介してるってことですよね。私がこのチャンネルを私のページで紹介していますよって、ね、おすすめですよってことなんでね、他の方のね、ページ見に行った時ね、この辺を見て、まあちょっと、まあグリッドっていうんですけどね、こういう白い枠のね、並びがグリッド、これもちょっと変えられてるとことかあるんでね、まあその辺はまあ個人の好き好きなんで何とも言えないですけど、まあこの辺を見るとまた YouTube の楽しさが一つ分かってくると思いますよ。それでですね、まずですね、これもう私登録しちゃってるんで、私の画面からだとちょっといろいろ説明するのがちょっと難しいので、他の方のね、ページに飛んでいろいろ説明していきたいと思います。で今回それを紹介するのが、はい、じゃあそれではですね、ウタンチャンネルさんの方に、来ましたけれども、ここのね、チャンネルはすごく、見やすいのでね、説明もしやすくなっていますので、こちらの方ね、で、YouTube の見方をね、紹介したいと思います。まずね、先ほども言いましたように、ホーム、動画、再生リスト、チャンネル概要とあります。こちらの方をね、まず見た方が、一番早いかと思いますね。まずホーム。まずホームは、まずこれですよね。これ。ね、ホーム。こうやって下まで持っていくと動画のね、再生とかね、いろいろありますんでね、制作したリストとか、動画、まあ、こういうふうに分かれてるわけですけどね。こういうふうにちゃんと分けてあるところは本当見やすいのでね、見られる回数も増えると思います。次は動画、こちらの動画ですね。まあとりあえず押してみましょう。まず動画に飛んでみます。そうしますとね、
こうたくさんバー出てきますよね、動画が。こうなってくると、まず何を見ていいのかっていうふうにまず迷っちゃうと思うんですよね。集中できないというか、あといっぱい、作られてるわけですよ、動画を。ウータンさんは。で、こうバラバラなんですよね、正直。ここから始まってこう来てて、ガーって来てて、それなので、まとまりがないと思われて、どれを見ていいかわからないとなっておりますけれども、多分どういうふうに見たらいいのかなって、多分これわかんないと思うんで、ここで一番役に立つのが再生リストなんですよね。はい、じゃあそれではね、再生リストを押していきたいと思います。で、再生リストを押してもらえると、このように、ジャンル分けをされてます。マインクラフト、スプラトゥーン、マリオ 3D ワールド、ね、ハンサムシリーズ、ハンサム、女性の方は見て、そのハンサムかどうかを、判断してくださいって感じで、料理枠、いろいろやってますね。これ、ちょっとチャーハンの絵が見えてますね。お遊び、いろんな実験とかね、子供のお遊びでしょうかね。イベント、豆が、ちょっと見づらいですけど、豆まきで、大収穫、節分と、日本の文化いいですね、こういうのね、いっぱいじゃんじゃんやってもらいたいです。次は、神戸動物王国、旅行とかね、そういうアクティビティ行った時にね、記念に撮った動画をね、ちゃんと編集して、こう、まとめてあると、とても素晴らしいことだと思います。その中でですね、やっぱりこう、中、この黒い、枠の中に、5本とか、27本、7本とか、1本とか、3本、3本、8本、1本、4本で分けてあるんで、こういうふうにしてある、ページは、すごく見やすくて楽です。こっちの動画を探すのも。こういうふうに作られてる方のページは本当にもう、なんだろう、配信者の鏡かなっていう感じですよね。はい、ではですね、じゃあこちらの料理の、再生リストに飛んでいきたいと思います。はい、じゃあそれではですね、今飛んできました。そうしましたらですね、まず見るところと考えたら、まず、音量ですよ、最初は。ね、マックスになってるとね、うるさいとかになるんで、で、編集者によってその音量が違うので、音量を、まず調整してください。妥当なのは3分の1ぐらい。で、これで聞こえなかったら半分、ダメだったらマックスドーンっていっちゃって、でですね、編集時点でその音量違うので、それぞれだと思いますので、お好みの音量でお聞きください。で、次は、設定ですね。この設定が、また面白い、YouTube の面白いもので、速度、この動画の流れる速度ですよね。ちょっと遅くしたって、この数値で見て、どの、ね、遅さがいいのか、速さがいいのか、時間、ちょっと長い10分、20分、30分ぐらいの動画とかであれば、こう、2倍速とかで見た方がね、チャ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 と見れるんで、この辺を使っていくとまた楽だと思います。で、この画質もいじくればね、良くなったり悪くできたりするんでね、画質が悪ければ読み込みが早い、良ければ読みが遅い。っていう、この辺の設定をね、スマートフォンとかだと大体 720p。で表示されますんでね、ちょっとスマートフォンのギガバイトの容量とかでこの辺また変わってくるのかなっていうのはちょっと自分もわからないのでね、検証を今度してみたいと思います。どうやってつくかわかんないですけど。で、その次に、ここのシアターモード全画面、私はね、いつもね、全画面で見ております。で、シアターモードだとこう画面が大きくなちょっと大きくなるのかな。で、下、このさっきの右にあった画面が下に来ます。関連動画とかはね、こう下に来ちゃうんでね。私はいつもこの全画面で見てます。で、そうしましたら、戻して、その次はこう右側のこれ、リストですね。料理歌チャンネル、3本中1本の動画今やってます。で、
優れている機能の一つがこれ、再生リストを繰り返す、まあリピートですよね。まあ、ハウトゥーとかね、この動画を見ながらね、なんか作業するときにね、これをしとくとね、勝手にね、こうリピートしてくれるんで、結構自分も動画とか作ってるときとか、いろんなものを作ってるとき、これをね、使って、いろいろ、勉強してます。